忍法隠れてるふり。どうもたくあんぼいです。本日は85日目、早速ですけどもやってまいりたいと思います。はい、今回はですね、このね下のここの部分にちょっと黒のねシャドウを入れたので、なんとなくねちょっと垂れ目が目立つ感じになりましたけども、まあ、ここら辺はあえて虎をイメージしたね、イエローですかね、まあイエロー寄りのオレンジって感じにしたんですけども、韓流って言ったらやっぱ赤っぽい方が韓流っぽいですね。あとやっぱここが黒くなったんでめっちゃ垂れ目が目立ちますんで、まあ、ちょっとねキリッとした感じに今度はやっていこうかなと思います。では今日は終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイついてね、ご挨拶にやしょ。